えー、というわけで今晩も始まりましたラジオジャグの時間です、えー。ここ渋谷にありますサーカス東京からお送りします、えー。というわけでね、あの、先週はクラッシュが出てくれて、で、あの、まあ、23日にそのレコードの日に新しいシリーズの第1弾がリリースされたわけですが、えー、っとね、えー、今週というかは、 あの5月の3日からそのクラッシュのリリースツアーが始まるんですけど、30周年のね。で、それ最初京都で、で、5月4日がビジョンになります。で、そこのアフターパーティーで、えっ、ー、と、回してくれる、まあ、クラッシュのまな弟子というか、ね、の DJ やすくんに今日は来ていただきました。 どうもお久しぶりですさ <laughs> ん、今日はお手柔らかによろしくお願いしますお手柔らかにじゃないっつうのポンコツがさ <laughs> もう本当にポンコツ <laughs> なんであんたをさ、はい、ね、ね、そのプロフィールを短くねって今出てると思うけど、はいうん、言ってるところでサムネイルを書いてくるわけ本当ですよねなんか自分を送った後にあ このことじゃなかったなってのはあの送った後に気づくような <laughs> ちょっとこう早とちりをしちゃいましたすみませんたださ本当そういうの多いよねああそうはいそこがまあ今に私にしょっちゅういろんなことで怒られるよね、うん、怒られますなんでかね本当にいやもしかしたら怒られるのが好きなのかもしれないですけどねほ本当にで本当にさ何、はい、て言うんだろう 私の周りってポンコツが多いなだから人間的には可愛い可愛いけどポンコツだなと思うよね <laughs> いやあのノリさんの前だとやっぱちょっとこうやっぱ背筋にピッと入るっていうかんかこう出てくるリラックスできない自分もいるのは事実ですなんでですけどもやっぱりノリさん温かいんであの厳しさの裏に温かさもあるんで なんかこう今でもそういう気分にさせてくれるのはありがたいですよね。だってさもう家康なんかさ、はい、もうこの業界長くなったわけじゃない。おかげさま当にあなったじゃない。いはい、それでさ下のお子たちもいっぱいいるわけでしょ今。はい、ねそういう中でさ、はい、よくやってられるよねお前<や> <laughs> そんなポーで。いや本当ねなんか本当みんなに支えられて <laughs> なかったらもうとっくにいなくなってておかしくないんですけども。っていうかさ、まあ言ってしまえばね、去年だよね。コロナでこいつがコロナに感染してまあそのその安があの主催するあのパーティーがあってそれにクラッシュが出たんだけどであの。 ともかく酔っ払ってマスクをせずに大声でもうあっちでこっちで話しまくってね自分が覚えてるかどうか別として覚えてますあの日のことはそれでもうクラスのとこ行ってもやっぱりマスクをせずに大きい感じで大きい声でやってそれでその数日後「やすがコロナに感染してます」と真っ青だよねみんないや僕も正直まだ僕もじゃないわやった いやノリさんにじゃねえんですよあ,れあの話もぜひさせていただければならないですけどあの時にノリさんに時間が経ってからコロナ治って、うん、1か月後ぐらいにお電話させていただいたと思うんですけども、うん、あのー、まあ本当にその説はすいませんでしたという話の時に、うん、まああのー、よくよく最初は僕が。 もう金を保有してててばらまいちゃっったかなって、うん、僕も最初かかった時にはそれの思いが強かったんで、うんあのー、いろんなところに連絡させていただいて、まあまあ、まずはクラスさんに連絡させていただいて「あのー、すいませんでした」と「陽性反応出ました」ということで、まあ、翌日からもすごい高熱が出て電話どころじゃなくなっちゃったんですけどそのギリギリのところで電話させてもらってでけどよくよく考えたらあのデルタ株ですか あれってちょうどもう3日4日で感染して発熱するっていうかあのスパンが短いっていうことを当時かかった時分からなくてその初期のコロナっていうのは2週間なんか潜伏期間があってそっから熱出るとかいう知識しかなかったからもう絶対僕もうみんなに ばらまいちょっと顔面総白になっちゃっても、あのーね、うあのそのバレけどだんだん具合も悪くなっていくわけですよ<ー>その時は <laughs> だけどけど,けどまず連絡できなくなる前にまず連絡しないとと思って、あのー、主要の人に連絡させていただいてみんな真っ青になってたけどねはいあの本当にその時は僕も自分で病気になっていながらより真っ青になっちゃう の覚えまあ結局たぶんあの日に僕、あのー、終わった後に違うお店に遊びに行っちゃったんですけど、うん、きっとまあ言っちゃうとその辺りで、まあ、感染しちゃったのかなだからさそんなのはさ、うんはい、安しかわからないことで,で、ね、周りの人たちっていうのはそれはわかんないし、はいはい、デルタ株なのかそうじゃないのかもわからないわけですよ。すともかく陽性だってことしかわかんないわけ。はい それでその中で、はい、その酔っ払って、はい、大声出してマスクもせず、はい、やりは騒いでましたはしゃいでましたと、はいあ。でもみんなともかくクラブのいろんな人たちが、はい、ねでクラッシュもすぐに、はい、あの抗原検査をできるところを探して、はい、生かして、はい、その後にまた仕事あったからね。いはい、はい聞いてましたあのー だろう翌日にその僕から連絡した2日後3日後ぐらいにその初のワクチンを打つっていう日をもう決まってたというタイミングだっていそれもそうだしもしも感染してたらクラッシュの奥さんは仕事してるしねであのどうなるのって話になったわけですよ。うんはい、でまあ1か月とか1か月半ぐらい経って安からあの時説はすいませんでしたって。はい お前さまず、あ、そもそも「すいませんでした」っていうのが遅いだろうっていうのと、はい、それとあれだよねあのともかくそのマスクしないで、はい、それでもってペロンペロンに酔っ払って大声出してそれでもってはしゃいでそれがいいわけないでしょっつって私に怒られたんだよね。はい、違ったっけあのー、そのそれも言われました。 ねはい、でもいい加減にしろって言われたんだよね私にねはいいい加減にしろと言われました、うん、それなんかあんた食ってかかってたよねそのことに関しては僕はあのあのそこに何,何も反論とか何も,ももちろんしてないんですけどもノリ、うん、さんがあの時に「うん、いやクラッシュの弟子」と言われるやつが、うんあのね、そんなそんなねあの弟子をであのはずうんなんまあ まあ、勘違いだったんですけど結果はクラスさんをなんかこうこうバカにしたじゃないんですけどちょっとこう揶揄したみたいな言いましてちょっと僕がこう解釈しちゃってその時に「いや僕のことを言われるのはいいですけどその人をちょっと僕のに紹介してくださいと」と「僕もその人にあの話したいです」っていうことをちょっと熱くなってああ反発しちゃったんですよ。 クラッシュの弟子って煙プロダクションってやって自分はクラッシュの弟子だってなってんのに、はい、その人間がね、はい、クラッシュはすごいちゃんと感染対策すごいしてるから、はい、でそんなのにはしゃいでそうやってやるってどういうことなのっていうね。はいはい、いやそうノーリさんが言ってくれたんですけど、うん、僕はそ,のそうまっ、あ、すぐに解釈せずに、まあ、ちょっと、うん、あのー。 んかまあ要は僕というよりもクラスさんのことを言ってるみたいに、まあ、捉えただったんです結局僕の勘違いそこの勘違いだけだったんですけどそこでちょっと <laughs> きなし説もちょ,っとちょっとだけ感情的に「ノリさんそれちょっとその人紹介してください」って言っちゃったのは。 それとあれあだよねんなちっちゃいクラブにちょこちょこちょこ出てて、はい、そこでも僕はマスクしてませんってってば、まあ、って言ってたからふざけんなっつっていやそれまでしてませんでしたって話であの日以来はしてます。っていうかさ、はい、どんだけの人に迷惑かかると思ってんのっつうの、はい、それをね、はい あんた、ねはい、だって自分の息子だってさいい隔離になったんでしょ、はい、隔離一緒に隔離してましただから、はい、息子に恥ずかしくないんですかっていうのんまあ恥ずかしいというよりもああうしちゃったな申し訳ないなってから気持ちは入りましたそれが、はい、ど,どうしてそれが移っちゃうんですか酔っ払っ払て、はい マスクもしないであの日まではしてなかったですそういうことやってるから感染したんだよね息子にも要するに濃厚接触者のあれが出て隔離してもらわなきゃなんなくなったんでしょあの検査行ってきてくれと言って症状は僕よりやっぱり若いだけあって軽かったんですけれどもまあけど一緒になりました 移りましたじゃない、本当に。<laughs> よく息子来なかったね。あ、もう、ね、できた息子で、本当によかったです。よかったね、はい、本当に。もう本当に、安はそういう、なんていうんだろう。安易な考え方。もう、あの、これ、本当にのりさんに、その。こう、まあ、こう。説教されるまでは、というか、まあ、その時点で、もうマスクをして、現場に出るようにはしてたんですけれども。 やっぱりそれまのコロナに限ったことじゃなくて、あ,これあんたのポンコツぶりは、<laughs> もう本当に、あんたが18歳の時から知ってるんだよね、はい、ポンコツすぎるよね、<laughs> すみません、<laughs> 本当に、はいね、後輩の DJ とか、みんな聞いてるんでしょ、これ。いや、聞く人は、こ、ま、れ、あまあ、特にアーカイブに残るんで、僕も今、何を残されるんだろうっていう、ずっと戦々恐々としているところはあります。はい 私は今日はちゃんと覚悟してきなさいよって言わなかったっけ <laughs> それはあのあの <laughs> だってさ、はい、本当にまず、まあ、最近はなんかちょっと心を入れ替えて、はい、クラッシュの30周年をお手伝いしたいとか言って、はい、それで車出してくれたりとかして、はい、クラッシュのケアしてくれたりとか、はいろいろしてるんだけど。はい 最初その話に来た時、はい、またポンコツが何言ってるのかなと思ったもんね私 <laughs> そう。まあ本当にこの年でもやっぱりそう思われてしまうのは本当, <laughs> 本当まあ僕もと恥ずかしいなと僕は思いますけども、はい、どんだけ飲んでたっていう私さ、はい、あなた一時期本当に、はい、そのお酒ばっかり飲んでて。 それでポンコツなことばっかり言うから見当違いな私脳に傷が入っちゃったのかなと思って、はい、それでポンコツになったのかなと思って <laughs> <laughs> 本当<は>あのはいちょっとあのボケってますね本当あの会話の中ではよくしょっちゅうあのそういうとこはありますあのそれは自分でも認めてるんですけど分かってるんです認めてるってるとか分かってるんですけど はい、いや本当にもう本当に若いころから知ってて、はい、ポンコツが治んないっつそれがここのとこちょっとねお酒やめたら、はい、まともになってきちゃうんだよねあそうですかあこれでもまともですか <laughs> まだ僕はま,まだポンコツだよまだポンコツなんだ,な僕はだけど昔に比べたらちょっとまともな会話ができるかなって感じ、はい、あそうですか うん、そもそもあの会話がまあま得意じゃないというかいやわく言うよあんたそれでさ、はい、あの電話の時とか長いよ、ねはい、<laughs> もうね本当にいろんなところで言われていることをずばずば同じこと言うこう、まあ、あの指摘してくれるんで本当その通りでございますっていう感じじゃないですか <laughs> お前さうんねだからこれを笑って言えるやつっていうのは、はい まあ可愛いっいっていうかポンコツだけど可愛いなとは思うけど <laughs> ああポンコツ <laughs> 本当に下にいっぱい DJ の DJ とかね、はい、ラッパーとかそういう子たちがいるんだからその子たちみんな見てんだよ。そうよ、ね、もうノリさんにそう言われてなんかあそうかもしれないっていうのを <laughs> あの言われて気づくっていうちょっとこうちょっと自覚は足りない。 だろうなと<え>思います。はい、やっぱお酒の飲み過ぎだ<あ>。脳に傷ついちゃったんじゃないの。<laughs> あけど、飲み方があの下手くそでした。あの、まあ、今も飲ん飲んだったら、まだ下手くそなのだと思うんですけども。まず、あの、まあ、まあ、まあ、体のちょっと異変も感じたところもあって、今研修しているんですけれど。うん、やっぱり。 今振り返ると、あのー、家では飲まないんでだん、うん、けどやっぱ人といると楽しくなっちゃってついつい、あのー、飲んで、うんあのー、大きくなっちゃってみたいな、うん、いやただ基本、あのー、怒るっていうよりも笑い上報系なのでれうう楽しくなればいいやみたいなそういうちょっとあ本当にそれはすごくポンコツですねそこ,こは。うん、はい、ね そこはまああのあとじあの翌日とか翌翌日に、うん、ああまたやっちゃったっていう日は何度もありあのあの経験してましたはいさすごいさ安ってさ、はい、感情的になるんだよね、はい、そうだなあきろそういう時ありますあのそれこその,のりさんとその前そのコロナの件の時もちょっとなんかちょっとこう 僕自分のこともズバッと言われるのはいいんですけど、なんかその大大切な人とかのことをなんかこう勘違いじゃないも含めてなんか言われたですかで？勘違いして怒ってるわけでしょのんりさんいや、かのりさんに対して怒ったんじゃないですよ。知ってるよあの日ははい、だから私に食ってかかってあのいやその人を紹介してくださいっていうことを僕は食ったんですか、うん？誰が言ったんですかんそんなことっていうことを、まあ、あのちょっとこう強く言っちゃったのは本当は反省します。すみませんでした。 <laughs> まあ本当にそれだけじゃなくて今までいろんなことがあ、はい、まあっていうことでねちょっとねここで一曲いこうかな先に、はい、うん、はい、何あかけるのすいません今ここで紹介するんですねそうだよ今まだ <laughs> で,ではですねあのどの曲を紹介しようかなえっ、ー、とあすいませんちょっと止まっちゃって何曲か持ってきちゃったんですけども何でもいいよはいえっ、ー、と「<laughs> レコナイズ」という曲を聞いてください。 <で>はい、レコナイズといいいう曲を聞いてたいただきましたこの曲はいつこれはもう78年前になるんですけどあけどリリースしたのが、うん、6年前ぐらいあの僕のレセルフレーベルで、うん、さ最近「7インチを」を不定期に出してるんですけど、うん、その第1弾を 1>、うん、として作ったやつで、うん、リリースしたやつで。 実際その流通もしてないというかうん、うん、完全手売りとオンラインショップだけっていうのが始まりだったんですけどもうん、うん、それの第一段の、うん、はいあのまあかいろいろやってはいるんだよねポンコツだけどねはいポンコツなりにはいいいいこと言うじゃあ、はい、<laughs> すもうねすは、はい、もう今だから皆さんに教えますよあのー、ですねまだうちの事務所に あのディジヒデとかね、さく、はい、ちゃんとかね、はい、なんかみんなが行った時に、はい、あのや、ー、すは自分が中心になって、はいはい、えっと事務所を作ってたんだよね。まあ僕中心ではないんですけども、はい、あのー、でもあの中心でしょのあの時。命名したのが僕ではあったし、あのまあ煙突レコーディング時代の、うん。 ことかなとは思うんです言っちゃうともう看板アーティストとしてはリノ君がいたりとかついぎがいたりとか。だってあんたと一緒にやるのでみんな集まったんでしょあれ <laughs> あの。僕と一緒にまあけど仲間内でなんかそのまだみんなメジャーに行く行かないの 段階だったんで、うんあのー、作品をこういう母体を作ってそこから特にラッパーの人たちはこれからこうあお互いじゃないけど、まあうん、いろんなレベ、うん、メジャーレーベルが、あのー、こう探してる時だったんでそういう行くだろうなと特にツイギとかリノくんとかは、うん、すこう評判も高かったし、うん、そうなるだろうなとそのまでのなんかこう、うん、母体があると。うん よりいいだろうなっていうところでの、まあ、仲間うちの話だったんで。いやっちうでしょはい。だからそのうちの中心ではあったじゃないよ。あの、証言っていう曲があるじゃないですか。うんうん あれをまあ結局その自分たちで出そうっていうことに、うん、あの曲だけだったんですよ、うん、本当にその後のプラン正直そこまでのプランは全然なくて、うん、あの曲本当僕たちの中では奇跡すごく自信のあった曲をどうやって売り出そうと、うん、どうやってあの、うん、広めていこうっていうところで。うんうん あのエントスレコーディングっていう名前をつけてうん、うん、まず自主レーベルとして12インチを切ったら評判は良かったのは良かったんですけど本当に1日でまず2,000枚売れて、うん、サイプレスの6,000枚も2週間で完売しちゃってっていうそのすごくあの思った以上の反響があって、うん、あこれはすごいなってただこ,このその曲はすごく。 名刺代わりにみんなに知れ渡ったのはいいんですけど、まあ、正直そのその後じゃあどうしようかととりあえずレコーディングしようよっていうことぐらいはあの漠然と決まってはいたんですけど、うん、じゃあ誰をどう作ってとかそんなプランニングはもう僕らの,、うん、の中ではできなかったし、うんまあね、まあそこであの寺西くんがあの、うん、に 救いの手を、ねはい、やってくれないかと、うん、そういうことで僕らはできないからと、うん、あの形だけは作ったけど運営の方に関してはちょっと、ま、全くのど素人だから、うん、あの見てくれないかということで、うんあのー、来て、うん、そしたらもう寺西君みたいなそういう業界のことを分かる方が来てくれたので、うん、まあついに東芝から、うんあのー、リリース契約が決まってと。うんうん まあそういうい運びがさ早速切りになっちゃっまあ始まりとしてはもう1年ぐらいの話だったんですけど、うん、まあそのここでもう寺西君もまあ言っちゃうとツイーのことでもういっぱいいっぱいに、うん、まあそれは当然なんですけれども、うん、いっぱいいっぱいになっちゃって要は他のアーティスト、まあ、僕も含めてあの,のことが何も、うん できななくっっちゃったとでそ,のそれでこうあのいろいろ、まあ、揉めるというかそういうところで照ら、まあ、シくももちろん体一つしかないから一、うん、人で二人も三人も特に僕らみたいなこうやんちゃな年頃の,あのアーティストとも言えない <laughs> あのわがまま身勝手なあのガキがこう、うん、何にも 寺西君も年変わんないのに、うん、その見る見ないなって見れるわけもないし、うん、あのそんな中でどうしてどうすんだどうすんだみたいな話になっちゃってたんですよ、うん、身内で。うん、でそれでニッチもサッチもいかなくて僕だけ一人あの結婚して子供が生まれちゃってたから、うん、もっと地に足ついたあの作品作りないし活動したいんだと。うん、ですごくやる気もあるしそれでいっぱいこう、うん、作品もあの時期は本当に日々日々作ってたもう。うん 時期でもあったから、うん、なかそういうやってく自信だけはあったんですけども、うん、いかんせんそれをどう売り出していくかとかそういうことに関しては、うん、あの分かってないとこもあって、うん、なそういう話もしながら、うん、でノーリさんのとこにあの、まあ、寺西んとこう <laughs> 話した末に「うん、あのまあ俺の、まあ、とこではやつ君のやりたいようなことはできないから」と。 うんうん、でそう言われてじゃああのー、まあ認めてくれるかわからないけれど s a s のクラスさんのマネージメント今竜をやってるしノリ、うん、さんにあの頭下げに行きたい行こうと思うっていう僕はそこ隠し事逆に嫌だったから、うん、連れてってそこでオープンに、うん、その話になればまあ OK 出るか断られるかわからないけどあの寺西君の前でノリさんにその,のそれは戦略 はい戦略負けだね、はい、そうですまさしくそうです、うん、はいもう本当になんか母体だけ先に作っちゃったところがあったんでいやそうじゃないよポンコツだよまあ言ってることが違うあ違うんですかはいそれは、はい、オープンにするしないの話じゃなくて、はい、まずは寺西くんからだけでもいいよ、うん、安田だ,だけでもいいよ、はい、どっちか一人が来て、はい、そういう相談をあれするならいいけどなるほどそうです、ね、も もうこっちは分かんない中で2人で来てでお前はビービー泣くし、うん、泣いてそれで「ロ俺は SNS に入りたいんです」っつてそうあ、まあ、いやこと、まあ、あの、うん、正直な気持ちをこう本当に本音を出したからこう、まあ、ちょっと感情的に涙が出たかもしれないでも、はい だってこっちは初めて話聞くんだよそうなんですそれを先に寺西君にしても安にしても先にこういう案があるんですけどっつって先にしといてそっからじゃあみんなで話そうかっていうのは分かるけどいきなり来てビビにきながらねえ。 僕 <laughs> は SNS に入れないんですって私もう大笑いしちゃったい。でなんでっけ、はい、あのー、やそれでやっぱ笑かそうと思ってないんですけど <laughs> やっぱ笑いますねそれほんに。ヒデとかさ、あのーまあ、安の後輩だったんだけど、はいはい、でだってヒデを事務所にいるじゃないですかってどろしておるわいなんですかっつって。 泣くの私はそんな事情知らないから、はいね、寺西くんのこととかね、はい、そういう事情が先に聞いてれば、はい、それはた寺西くんも含めてみんなで話そうになるけどいわけだよねそやあのノリ、うん、さんにうん、うん、本当に一から、あのー、お話ししたかったんですけどあの時のノリさんもあのクラスターのことも含めて。 もう本当に多忙だったじゃないですかでようやく多分アポ取ったのも<え>あの結構前からアポ取ってもらってようやくその時間をいただけたのでその足でい<え>ったんですよ。あの,のりさん本当に、まあ、今も忙しくされてますけどもあの当時90年代後半のお話なので99年とか2000年だと思うんですけどあのその時期ののりさんも本当に多忙だったじゃないですか。あの一緒ににのとも海外に もう年の3分の1ぐらいは行ってたしで国内でもやられてるのも知ってたからだから話聞いてもらえるだけでもありがたいなってただ貴重な時間を貴重な時というわりにはい、先ほど言ったように僕話が下手なんでまとめきれてない状態で行っ,ってました本当にともかく泣くわけだよ。<laughs> 大の男が、ビビ、ー本当のこと言うと、はい、お腹か抱えて笑いたくて笑いたくて、お前 <laughs> 何やってんのっ,って、はいはい、本当に。そ,ね、それで、でね、私もその事情知らないから。はい やに、はい、あんた何言ってんのって自分が中心で、その煙突やってんでしょって周りいっぱいいるんでしょって。はい、そんなのに、その中心になってる人間が、うん、しかもマネージャー連れてきて、いきなり、うんうんうん 橋折りすぎですよねもうノリさんからしても何のこっちゃって話ですよね。<う>いや本当今今そこのやっぱ入り口からしてあの説明をもう2つ3つ飛ばして、うん、で<う>本題にこっちはもう行っちゃってたなって、ね、でもそれはノリさんからしてみると笑える話だなっていう。でっていうかさ愛、はい、の男がだよ。はいはい ええ先生、ええとこそいつ泣くんだもん。はい、いやあのー、<laughs> 皆さんそういうポンコツ先生よ、はい、こいつは <laughs> <laughs> そ。それだけあのー、しシリアスな話を事前に心地<あっ> <laughs> してて、ニッチもサッチもいかない状態で、うん、まあ僕もあのー、追い詰められてた状況ではあった状況で、あのい、ー、った余裕がない状況で行っちゃったとこはあります。なので。<laughs> もう,うざっくばらんにあのゆっくりゆっくり段取りを踏んで説明するべきような話なんですけど今思えばまあそうもう,、はい、なんかこう気持ちをまず伝えたいっていうことが先行しちゃって空、まあ、回り空回りでした本当,に本当にねえほにね私にダメだって言われたんだんはい言われました <laughs> でそれであんたたちやりなさい二人でって言われてそうそうあのー、って言われてあのー、まあこう そっっかと思ってで、まあ、寺西君とはもうその時はまあもう、まあ、僕のことできないっていうよりも,もううん本当、まあ、他にやらなきゃいけないことが、まあ、その先ほど言ったように追議のこととか、うんでまあ他にもリノとかもいたし、うんあのー、そういうことも含めて、まあ、要は俺僕のことにこう何かこう専属で。 じゃないな今みたいにこうやって順序、はい、ね、はい、よくちゃんと話してたらうちに入れたかもしれないよ。あそうですか。うん。時間よ戻れですね。本当。あ、やらないよ。人間ってさ、はい、ど,どうなるかわかんないよね。はい。そうですね。あ特にあの僕先ほど言ったようにこの子供が生まれたばっかでか家,家庭を持っちゃったとこもあってより、うん。 周りの,その一緒にやってたアーティストとかまだみんな好き放題って、うん、<の>いうか分かるよだからやっぱりクラッシュがそのクラッシュポスやってた頃ってやっぱりクラッシュはもう子供もいたし、はい、でねこの間メロともさ高校来た時にメロとも話したけどさ、はい、やっぱそこのなんかジェネレーションギャップみたいなものがさ、うん、すごくあってさ、うん だけど私なんかからすれば煙突ってその、まあ、証言含めてだけどね、はい、そのやが中心になってやってたと思ってたから、はい、だからそれの中心人物がマネージャー連れてきて、うん、マネージャーいる前で s ン s 入れてくださいって泣くんだからさ<笑>,笑いはしっ,きり言ってかりそう見してたので本当そうですよねそう思いますよね。うん、うん あのそう見してたとこはちょっと僕も確かにそう見してたなって思うのでノリ、うん、さんが見てた通りその,その言われた通りだったんですけど、うん、実は別に僕が中心ってわけでもなく、うん、ただ,ただあの DJ というポジショニングはしてトラックメーカーっていうポジショニングは僕しかいなかったって、うん、ラッパーは何人もいたんですけど、うん、だからそういうところで、まあ、必然的に中心的に。 見,見えててしまったかなとは思うんですけど、うん、あの決して中心ではなかったです。うん、まあ、中心メンバーの一人ではあったかもしれないですけど、うん、<laughs> はい。まあ本当はやったわあの時は。<laughs> うん、あ良かったです笑ってもらってでその後まあ自分ででも頑張ってねいろいろやったのでねそうですねノりさんに言われて <laughs> ああそうだなって思ってあの決してあのみんなを嫌いとか裏切りとかそういう気持ちじゃないんですよ、うん、あの全然そういうんじゃなくなんならそっちの方が上手くいくんでね今テランシコ何やってんのあテランシコつい追やってんの,のい去年つい議のアルバムをが出たんですけどもそれの お手伝いという形ではやってましたけどもそれも単発でだけでしたかね今のついぎの作品に関してはどうだろう直接そのやんわりとした感じではあの,、うん、あの手伝いとかはしてますかふだんはいやけど僕もあの人は謎です、ね、けど業界音楽の仕事はしてますはい。 あの子、私に結構怒られたからね。そして、僕らみんな。はい、前回、ここに小林さんも出られたじゃないですか。うん、あの、もうみんな、みんな、のノリさんにちゃんとこう、あの可愛がられてるなって思います。ポンコツでしょ。<laughs> <laughs> みんなポンコツだから。だから、さっきさ、弦がさ、はい、弦で収録やってたんだけどさ、はい、その時にさ、でもみんなノ,ルノリスコちんが。 セレクトしてんじゃないですか確かになと思ったらだから私の見る目がないのか、うんうん。ポンコツスが好きなのか、まあ、ねえあの玄君なんかはスタッフにいた時期があったんですよね、うん、小林さんなんかも。うん、僕はスタッフにいた時期って一回もないんで、あのー、ないだけどクラッシュの,その,そのね。はい あれでついてたからね多分みんなよりも一番最初にのりさんの前には現れたそうそう本当っね。僕あの時18歳ですから、うん、して右も左も分かんないところで、うん、あの運転免許だけが、あのー、<laughs> あの唯一の何て言うんですか、うん、お役に立てるというか <laughs> 決して運転もうまくないし、あのーまあ、そこで倉さん家の近所だから、うん、それこそ倉さんちの車で運転して。 いろいろ回らさせていただいたんですけども。うん、はい、ね、で、まだ,だのりさんの存在とかも、なんかもクラスさんですらそうなのに。なんかもう、すごくお大人すぎちゃって、ちょっとこう。話す、話し、ちょっと今日、ずっと萎縮してた時ですね、最初は。今は違うでしょ。今も萎縮してます。嘘をつくんじゃないよ、本当。<laughs> 本当に。<laughs> お前さ、本当に意外しする。<laughs> う嬉しいんですよ僕はあのノリさんにこうやっぱり本当にこの年になってきてまあ求めてるわけじゃないですけどだんだんその言ってくれる人っていうのは親もちょっとこうねもう今その一緒に住めなくなっちゃってる人、うん、あの父は高いしってしまったし、うん、あの本来親にそういうことを言われてきては若い頃があったのに。うん やっぱその今更になって親のありがたみっていうかまあ随ま分あ前に知っ,て知ったは知ったんですけども、うん、あの時間してやっぱ重ねていくとなんかあ気づくと言ってくれる人って本当にいないなそう、ね、はい。うん、でこれってますますこれからそ本当にそうなってくるんだろう先を考えると、うん、あの本当にノリさんにその役目をやってくださいっていうぐらいのお願いしたいぐらいの, <laughs> あの状況であるんで。あの <laughs> あんた,たち怒ってもさ怒ってもってわけじゃないけどああ怒ってるわけじゃないけどでも、うん、だってさご飯の一つもごちそうしてくんないんだもん。結局私が。い <laughs> そゃ、ね、あね本当に野村さんがセレクトするあのスタッフはわからないですけど野村さんがセレクトするお弁当は本当うまいなと思って <laughs> あの津谷の津谷さんですかあそこのお弁当僕はあの今度あの野村さんに内緒でだなんか差し入れするときあそこの弁当を買ってみようかなと思いましたねあそこいいよ本当美味しいですね見た,見た目もやばいですうそうそうそう中身も美味しかったですねうん。 ああれいつ食べたのあのラルフとクラスのレコーディングの時に入ってだきましたありがとうございますそっかそっかはいねはいそうですねさすがおいしいお弁当知ってるなって思いましたね私は蔦屋のお弁当か柿の寿司、田中のねうんとかね結構指定がられてるんですか柿の寿司ってのよ。うんへえ あの私はいつも、あのあれだけど、あの慶応プラ、慶応で、デパートで。そうですね。あれするし、で蔦屋は、私は渋谷の西部だけど、本当は蔦屋の本店って。それこそ、どこだっけ、練馬とか。そうなんですか。うん。そうなんですか。蔦屋の本店。でも並んでて、もうた。それ全部予約するんだけどさ、私も。うん。やっぱそうなんですね。うん。 そうですね、あや、大量生産できるようなお弁当じゃないもんなって思いました。まあ、丁寧に作られてるじゃないですか。すごくね。うん。一つ一つ、すごくもう、おだも効いてて。うん。うん、作りも丁寧。今日もあれだよ。あ、本当だ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい。っいうか。で、さあ、そういえばさ。はい。話違うけど。はい。つっお弁当で思い出したんだけど。はい。あれ、五月の四日の。 クラッシュの。あリがとうございます。しょおいいたしい。はい、もちろんです。アフターパーティーね。はい。あの、まだ発表と、あ、まあ、この放送の時は、そう、もうとっくに。してますよね。うん、はい。え、もう、発表したでしょあの、ビジョンの。<laughs> うん、あの、サイトかなんかに、一つ上がってて、あの、メインの時間の。うんうん、あの、出演者の。は、見ました。本当。はい。 倉さんとあの今回参加されてるラッパーと、うん、あと憲政さんと憲政、うん、君のね、はい、でその憲政にするかヤスにするかって迷って憲政、えー、にしたんだはい,いもそれで間違いないいなと思います憲政さんも僕は尊敬する兄貴なんで兄貴だからじゃないんですけどあの本当に素晴らしい DJ なんで。 でもここんとこ、はい、だから安をどうするかっていう話になったんだけど <laughs> まあここんとこちょっと真面目にやってるみたいだしじゃあ安今日今回頼もうかっつって前の酔っ払いだったら絶対私、はい、<coughs> ダメっつってはいあの本当そ,その印象をあの僕の自分が思ってる以上にあのー 思われててるんだなっていうのが、まあ、昨年ぐらいにちょっといろんなとこで、うん、あの人づてで聞いて <laughs> あちょっとこうちょっとそ,そこはすごく自己反省というか、うん、まあけどこれは口でどうのこうの言っても始まらねえなと思って、うん、あのひっくり返る話でもないしのであの、まあ、つこれから時間をかけてあの姿勢だけでも見せていかないといけないなっていう、まあ、2年3年経てばあの、うん、伝わるかなっていう思いであの。 やってまだってあんたさ一時アフロっていうか、はい、爆弾アダやってたじゃんはいやってましたそれでペロペロに酔っ払ってさそれで騒いでるとさ <laughs>、はいあの「アダモちゃんだよね」<laughs> <laughs> 言わなかった <laughs> アダモちゃんだって <laughs> まさにアダモちゃんだったでしょあの時 <laughs> アダモちゃんがあんたステージで DJ やってたらかっこ悪くない <laughs> 手に笑って,て、<laughs> 面白いのは阿部さんですね、本当ね。えー、本当に自分って気がつかないのがダーダモちゃんだって。あのー、一回あの頭の時に、うん、あの何、ー、ですか、つなぎというか、うん、あるじゃないですか。うん、来たことがあったんですよ。うん 今にも「泳げたいやきくん」歌えそうだなっていうのを写真で見て <laughs> 自分で。いやシモン・マサト、ねはい、すマスさんすごいんですけど、うん、あのなんかビジュアル的にあっちじゃないんだよな <laughs> 俺みたいな <laughs> 思って、ね、あのちょっとそれ以来あのオーバーホールは切るの,のやめました。頭頭にに、はい、爆弾頭に、はいはい それであのなんかもうぺろんぺろんに酔っぱらって上機嫌なあれやってたらもうあだまちゃない以外の何もって言わな上機嫌になっちゃうんですよ僕あのご機嫌になっちゃいますなにさーんとか言って何言ってんのこれつみたいなさ本当にいやお酒の力ですねそれだったらさせられなかったんだけどもちろんあのあれは本当にねこういくら楽しむ場所とはいえあの やりすぎだろうっていうのは僕も思いました。<う>はい。本偉、はい、いね。はい。で今回な宣伝部長でシャンタ。あんた、ぜひもう僕でよければぜひやらせてください。うん、はい。もうバン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 じゃ宣伝頑張ってくんないよね。はい。よろしくお願いします。あの僕僕のひあの発信力はさほどそんな大きくないですけども、<laughs> できる限り,あります。<laughs> だから知恵をすつ脳オブイソ使いなさいよ。はい。 まあ、SNS の世界はまた本当に、まあ、僕が偉そうなこと言えるあのあれ知識はないんですけども、うん、あのまた面白いですねちんとはい私全然分かんないちゃんとやんなきゃいけないんだけどさいやほん本当に分かったところでそうならないとこもあるのであの知ったような感じではあるんですけども、うん、まあただただまあ ちゃんと自分の今今の状況でやっていかないといけないなって、うん、あの思います。はい。ね、まあでも僕さその五月の四日ビジョン、はい、いやめちゃくちゃ楽しみです。ね。この前のクラブエジラの会も本当、うん、素晴らしい会だったので、うん、あの日、うん、本当僕あののりさんとお会い久々お会いできるかなって<う>あの思、ー、ってね。ちょっと会えなかったんで。ちょっと当日具合悪くなっちゃって。はい。 いや、素晴らしい一日でした当日なんか午前中に、どうしても、が、ほら、あの頃さ、うん、ちょうどなんか暑くなったり寒くなったりっていうのがあってさ、そうですね。段差具合悪くなりますね。うん、私、ちょっとそれが今ダメなんだよね。うん、ああ、なるほど。それで、ちょっとどうしても、はい。言だから、行かなくて正解だったのあれ、行ってたら結構倒れてたかもってぐらい。うん、あそんなに。うん。うん、だから、夕方からもうずっと本当に。 あの起きらんなくてみたいなさ、はいはい、だから行か,かなくて正解だったんだよね、はあ。いや確かにあのだってあの日のりさんにあの朝にお電話いたくれたじゃないですか。はあ、いやもう,もう初めて聞きました。のりさんがちょっと弱々しく声を。<laughs> <laughs> あれノブさんってこんな弱,弱,弱々しい声を出す人なのかなっていう。<laughs> お前、けど本当にそのその冗談じゃなく本当にちょっとあすごく心配になっちゃって、うん、あの僕が心配したところでなんですけどあの、まあ、その行きがけに倉橋さんとちょうど久美さんも一緒にいたんで、うん、ちょっと車の中で、ねあのまあ、そういう話になって、まあ、心配だねって話をしてたんですよ。 のさん具合悪くても僕の前ではこうやっぱりいつもこう勝ち気でいてくれるというかそういう印象だったので <laughs> ちょっと本当にあの時はあんちょっとここんとこねその、うん、なんていうのかなやっぱり寒暖差だったり、うん、そういうまああと黄砂だったり花粉だったり<ー>そういうアレルギーがともかく私すごいだめだからそういうのも全部混ざり合って。はい それでやもまあちょっとまあきっちり入院して、はい、それで一回検査してっていうふうな感じでは考えているんだけど、はい、あんたさ私がさ、はい、ラジオジャグ休んでる間さ、はい、あんたがやんなさいよ。はい、い,い,ですかいや無理 <laughs> さ実はこの,このコーナーの中で。うん あのー、話すべき話じゃなく実はご相談したいこと実はあの、うん、ようやくのりさんと会えたんで、うん、し,したいこといくつかあるんですよ、うん、あのただこその話はちょっと僕事なので、うん、あのこのころ終わったからのがいいかなと思ってたんですけどもいいもう本当に今西東京市っていう僕住んでるところなんですけど、うん、そこに今近所にあの東都立公園が、うん、7年ぐらい前に できてその沿いに、あのーまあ、引っ越してきた自転車屋さんができまして、うん、どうやらその地元の人たちいろんな人たち集めてまあ日々、うん、バーみたいなことを開いて飲み会み会たいなのをやってるんですよ、うん、<laughs> どうやらそこでなんか放送局を開こうみたいな話になって、うん、あ地元を活性化する近くに老人ホームや幼稚園とかそういうところもあるので。うんうん まあそういうところであのそういう人たちを巻き込むというかやっぱり今このコロナで特にあの閉塞感ある中でうん、うん、やっぱこうかあの活力になるような一日を作りたいね、うん、やりたいねって話に、うん、んかた、ま、あの僕もモヤモヤと思ってたところで、うん、そう同じようなことを考える人たちがいたわけですよ。うん、でその話で1回盛り上がって、うんあ だ構想的にはそういうことをやりたいなっていう、うん、まあ地元の話ですしめちゃくちゃローカルの話なんですけども,、うん、もう本当にノリさんがラジオジャックやられてるじゃないですか、うん、本当真似させてもらおうかなと思って <laughs> あのそういうようなことをちょっとまずノウハウを、あのー、伺いたいなって思,思ってできれば次回からのレコーディングですか あのその回数や収録ですか収録にちょっと毎回、あのー、立ち会わせていただけたら嬉しいなってあの勉強させていただけますから、はいまあ、僕も僕で、あのー、そういうことを、まあ、一人じゃでもちろんできないんですけども、うんね、やっぱこうそういうやろうっていうまあいで、はい、そ,そうなんですけど。まあ、最終的にはあのー、やっぱ行政を 巻き込んだあのそういう先ほど言ったように老若男女の、まあ、垣根を越えて楽しめる一日を、うん、なんかこう企画運営したい実行したいなっていう、うん、思ってまして、まあ、僕も似たようなことをずっとやってきてるから、うん、あのまあそういうことをちょっとできるんじゃないかなとまあもちろん一人じゃ絶対できないんですけどもそういうでもそれこそさ、はい、子供たちに例えば朝のね、はい 朝の番組とかさ、はい、そういうのとかさやってさっ子供にさ喋<の>らせればいいじゃん朝の番組いいですね朝のさお弁番組を作って、はい、子供たちにさめっちゃいい,ゃい,い子供たちに喋らせればいいんだよすごい言い合いなものちょっと今なんだそれいや,いや本当にいやそこですよね本当に あのやっぱ言っちゃうとおじさんおばさんなんですよ世代があの、うん、考えてる人たちが。あのー、いやそうだけどさ、はい、単純におじさんおばさんだって、はい、あのもっと言ってしまえば、はい、この時間帯は例えば子供たちの声聞くと元気になるよねじ、はい爺ちゃんばあちゃんの声聞くとさあれだよねとかさ、はい、あるじゃん。はい、ね。はい だからそんなにしょっちゅう番組やるわけじゃなくても例えば何曜日の何時と何時とっていうは子供たちだけで番組やらせるとかあとじいさんとばあさんの話でもいいじゃんじいさんとばあさんのお茶飲み話とかってさ逆に聞きたくない聞きたいですそうでしょじいさんとばあさんの恋愛話なんてさ笑っちゃうよいや絶対面白そうですねそういうだからさどこをも なんていうの、突っ込むかっていうことだけでしょ。はい。もう、だから、まあ、今年は、まあ、もう、本当無理ですけども。うん、本当、一、早くて一年後、二年後に。そんな時間かけるの、死んじゃうよ。いや、夏祭り。夏祭りみたいなのを、やりたいなっていう。ところなんですよね。うん、やっぱ、やっぱ、みんなで騒げるとか、あの、笑えるというか。うん、まあ。 今頃だったら間に合うじゃないもうあのキャンドル・ジュン君が前に出てた回を聞かせてもらってるんですけど、うん、本当乾杯をするっていう行為っていうのは、うん、やっぱ単純にみんなできるなって楽しめる、うん、その協調っていうか、うん、あのアクションの一つだなって僕も思いますしそういうアクションを、まあ、いろんなローカルな地域で、うんあのー、やっていかなきゃいけないのかなって。 であの僕自身もそこ、ね、どうせさ何かさ何、はい、でもそうだけど私ラジオジャグやる時もさそうだったんだけど、はいはい、あの一か八かなんだから、はい、それで、うん、うまくい回かいかないかで、はい、そんなの失敗してもともとだからさ、はい、いやとりあえずはやってみて、はい、それでダメならダメで次考えればいいことで、はい、そんなさ別にお金最初からかけてやるとかじゃないんだから。はいはい 要するに地域でなんかやるんだったら、うん、こんなのさリスクもクスもないんだからさ、ね、とりあえずやりゃい,いんだよはい。あのーうん、もちろんその気持ちはあるんですけど、まああのー、まずそれでもやっぱりのりさんみたいにこうやられてる人のあの意見はめちゃくちゃ欲しいところだったので、うん、まあ今日こう,こういうこのここに調理してあの教えていただいて本当に今めちゃくちゃ嬉しいです。いやいやいつでも、はい、<laughs> そうね。あのー。 ね、こう今こう僕出させてもらうっていうのもなんですけども結構聞かせていただいてんかね,ままねこの業界の子が、はい、それこそ安ぐらいの年とかもうちょっと下、はい、の人たちが、はい、とりあえず聞いてる、はい、で「ノリさん聞いてますよ」とか、はい、結構知ってんだよねみんな。ノリ、うん、さんすごくあのこう切り込んで聞いていくじゃないですか。 だからあのテクニックをちょっとね僕も聞きながらよく、うん、勉強させてもらってるんですけども大ボケボケれば <laughs> <laughs> ボ,ケボケってボケ <laughs> ボケケまくれはいかり、ね、本題になかなか入らないで終わっちゃうみたいなことになりかねないんですけども <laughs> あのちゃんとけどこのもしねラ,ラジオジャグのようなことができるんであれば、うん、あのすごくあの僕も今。 いい興味あるし。全然教えるよもちろんラジオを聴いてあの聞くだけでも全然すごく役に立つんですけれどもそば、うんまあ、にいた方が信仰、うん、実際その信仰、うん、なんてさ、うんはい、何のペーパーもないじゃん構成も構成なんか全く決めてないし、はい、話す内容だって何にも決めないでドンピシャでも受け合うわけだから。 けど僕ね今日もう入ってきた段階でこのセッティング自体ああなるほどこうやって組むのかっていう、あのー、ちょっとらこれはだからラジオ局とかの組み方とまたちょっと違う組み方にしてるしだってこれはやっぱりクラブだし、はい、それでやっぱりこの中で、はい、ですごい浜ちゃんが、はい、あのエンジニアのね基礎、はい、があのすごい考えてくれて、ええ、こうやってやってくれてるのね、はい、だからこれはすごい助かってるよ私。 すあなるほどと思いましてそういうところっていうのは結局そのラジオからは見えないので、うんうね、のこうやって現場でやっぱ段取りこ,ここからスタートここから終わりみたいな、うん、ここで曲紹介とかそういう振りとか、うん、あのそういうのってやっぱり実際、うん、聞くのと現場にで見るのではやっぱ温度差というか違いがある。うん、もう今日すでにももうういいくつか違いを僕はもう これはちょっともうちょっとこう現場を見てないとなってやっぱ DJ の現場もそうなんですけど、うん、音だけであっても伝わらない、うんあのー、そういうところではやっぱ本当現場ってすごくまあ基本は現場好きなんで,で、うん、現場で何かを見るっていうかやるっていうのはあのー、そこはすごく、うん、大事にうんけどやっていきたいと積み重ねていきたいなというのはこれからも思いますくなったねありがとうございます。<laughs> <laughs> のりさんにそういうことを言ってもらえる日がようやく来たなって思います。ありがとうございます。半生人。<laughs> ありがとうございます。えっというわけでね、やすくんあの今日は来てもらったんだけど、はい、まあ半分ポンコツ話で終わってしまったんだけど、<laughs> でもねやっぱりやすいくつになったんだっけ？はい、あの昨年五十歳を迎えまして、今年は五十い歳になります。<当>はい。でもなんかこうやってそのいろいろね。うん いろんなことに興味を持って、いろいろとやろうとしてるやすは、私は好きだし。やっぱこのまま。あいまはい。うん、そういうところはなくさないで。はい。頑張ってほしいなと思う。精進します。うん。精進しなさいよ。にはい。ね。うちは。ありがとうございます。<laughs> 嬉しいです。ポンコツじゃない。だからサンタ。このままね。あの、あの、いい中古車になりたいです、ね。<laughs> そうね。はい。というわけで。ええー、まあ、五月の4日に。 えっと、ビジョンで、はい、あの、アフターパーティーの方に、やつはでます、はい。よろしくお願いします。で、宣伝部長なんです。もう早い時間からいます。ね。はい。あの、会場にはうろちょろしてると思います。うん、マスましてはい。あの、今回ね、あの、前売りとかもね。はい、あの、前売りを買ってくれた人に。は、ちょっと特典がある、みたいなんで。はい、あのー、まあ、後ほど、いろいろと、また、あのー。 告知したいと思います、はい、というわけでね今日はやすくんに来ていただきましたで「やす」じゃあ最後の曲はい、えー、っ言って。ねあのノリさんとあのアフリカの話もしたかったんですけどもあいいまあそれに関連したじゃないんですけども <laughs>、うん、子供たちに向けてのアクションを固こされてるじゃないですか <laughs>、うん、まあ僕も似たようなことを考えてまして「子供たちに未来を」という曲を、うん、あの以前作りまして、うん、あのそれを聴いていただきたいなと思います。うん じゃあその曲をえかけながらはい、今日はお別れしたいと思います、はい、今日は DJ やすくんに来ていただきましたどうもありがとうねありがとうございます